これから米わさびが入れられます。平成14年の9月にブルガリア国立スポーツ大学を2年で休学して大相撲の世界に単身飛び込みました。19歳の若者は202センチの長身と抜群の身体能力、そして日々の努力、稽古を積み重ねて一気に十両幕の内と階段を駆け上がっていきます。平成18年初場所には大関昇進、初土俵からわずか3年余りで大関に昇進したことになります。22歳の若い大関の誕生でした。そしてもちろんヨーロッパ出身力士として初めての大関誕生の瞬間でもありました。平成20年夏場所には幕内最高優勝、先ほどハサミを入れた父ステファンさんの目の前で賜杯を抱きました。ヨーロッパ出身力士の初の幕内最高優勝でもありました。しかし大関ご当主は大関に昇進する前から痛めていた右膝の大怪我、さらに左肩、全身の怪我に苦しみました。しかしどんなに苦しくても、どんなに辛くても真面目に稽古に取り組んできました。稽古を休んだことはなかったと言います。大関在位47場所、これは史上4番目の記録です。8年間大関の座を守り続けたご当主、記録にも記憶にも残る名大関でした。大いちょうに別れをつけます。もちろん最後の止めばさみはこの方です。元関脇琴ノ若佐渡ヶ嶽親方です。平成17年の九州場所、まだ曲げが乗ったままの若い佐渡ヶ嶽親方、最初の仕事が大関昇進、ご当主大関昇進の使者を迎えるというものでした。佐渡ヶ嶽親方にとってもさまざま思いのあること奥州関です。いよいよこれから大田房にハサミが入ります。大いちょうに別れを告げる瞬間です。